皆さんこんにちは、無理やりです。やっと少し引っ越しの方が落ち着いてきましたので、これから週に1回か2回ぐらいは動画を更新できたらなと思っております。間でお仕事をしながら動画編集もしていこうと思っていますので、よろしくお願いします。お知らせなんですけれども、実は私サブチャンネルを持ってます。サブチャンネル持ってるの知ってる方どのぐらいいらっしゃいますでしょうか。のって書いておいてください。知らない方がほとんどだと思います。なんで立ち上げたんだろうな。登録者さんがですね1000人いってない時ぐらいから解説をしたので、多分意外と年月は経っているかもしれないんですけど、実はサブチャンネルを持っています。そして皆さんもっとご存知でしょうか、ダイエットチャンネルも持っております。1年ぐらい更新ができていなかったんです。で、どちらのチャンネルもノン編集ノンカットでお届けをするっていうことでですね、本当にありのままの、ありのまますぎ、まあ、いつもねこれもありのままなんですけど、なんだろうな、結構こうリズミカルにこう編集をしてるつもりなんですね。カットについては私カットしかできないので、森崎のお花畑ということで、もう何でもありなチャンネルになってます。そしてこのダイエットチャンネルの方はですね、比較的、結構ストイックです。すごくストイック。悔しいことがあったら、今日は悔しいことがあったんでウォーキング頑張りますみたいなことを、90キロ時代の私が言ってたりとか、もうダイエットチャンネルは本当に上げてないです。全然上げてない、上げられてないです。でサブチャンネルの方はですね、まあ、ここ近々本当2回3回ぐらいノーカットの編集のやつは上げてあるんですけれども、本当にありのままこのいつもの私の日常、この日もうこれも日常なんですけれども、こっちも日常こっちも日常をどっちも見てくださる方がいらっしゃれば、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。概要欄にサブチャンネルとダイエットチャンネル実は載せてあるんです。ずっと載せてあるんですけれども、やってるよっていうのは言ってなかったので、多分ね結構前に言ってるんです。サブチャンネルやってるんですよっていうのと、ダイエットチャンネルも作りましたっていうの結構前の方に言ってたんですけど、だいぶ流れてしまってると思うので再度ご報告をさせていただきました。はい、ということで皆さん、サブチャンネルとダイエットチャンネルどちらもよろしくお願いいたします。こっちは今画像しか出してないので、URL は概要欄に確実に貼っておきますので、こちらをチェックよろしくお願いいたします。ちなみに更新頻度は、まあ、このメインチャンネルがメインなので不定期になります。逆にダイエットチャンネルとかサブチャンネルはノンカットノン編集って言ってるぐらいだから、本当に撮ってそのままポンってあげるかもしれないし、本当に気まぐれであげるチャンネルになっております。どちらかというとこっちのメインチャンネルの方が更新頻度少なくねってなる可能性もなくはないです。なのでサブチャンネルの方、ダイエットチャンネルはねあんまり動かないと思うので、どっちもって感じなんですけれども、どっちも登録してくれたら嬉しいです。ということで、無理やりでした。またね、バイバーイ。